Ayun, game na. Sana kaya tayo nito. Tingnan natin kung ano meron dito. Wala naman. Meron ba ano dito? Wala. Akanai na. Senyu shite miyou to wa itta kedo, sou kantan ni toureru wake nai ka. Koko no tabira, dore mo toushi dekinai. Omae tachi wa して進まない。心配するな。気を失っただけだ。しばらくは目を覚まさないだろうがな。びっくりした。3人ともすごいね。ありがとう。俺動けなかったよ。とっさの判断ができるのはさすがだな。これもしかするとトビラのカードキーかも。 つぐみ、よく見つけてくれましたね。これで先に進めそうですよ。もうここは敵地なんだもんね。気を引き締めていかなきゃ。よし、この扉から先へ。これ、ユイが破壊能力で攻撃してみる。カラーバン。 廃棄された建物が見えませんね。今の彼の中はまるで何かの実験施設のようだ。とにかく進んでみよう。ここだ。やっ。ああ。油みたいなものを壁で嫌がった。あれを食らうとベッドベッドになるぞ。手助けしないでね。 daming kalaban. ここ。 Pa, meron pa pala. At Tachi, maraming salamat sa pag-like.
Kumusta pala? Anong kalaban dito? Wala na pala. Dito. なんでカードキーが床に落ちてるんだろう。血みたいな色の汚れがついてるけど、確かに血の汚れですね。おそらく研究員は事故で怪異に襲われてといったところでしょうか。力を貸してくれ。その怪異にと。かな。nakakapag-save tayo. Save lang muna tayo. Okay. これ気がないと開かないゲートだよ。多分カードタイプのキーかな。ここまた hanap ng key nito。sana tayo no。Wala ako. Paikot-ikot tayo rito eh.Wait lang, wait lang.
meron din. Wala rin dito. Wala rin dito. Niligaw na tayo ah. Ito, paikot-ikot ka lang. Galing na tayo dito eh. Card number 3 na yun. Nasaan na? Kalaw kasi kre. Galing na ako din. どうぞ、ゆいた。
naka-teleport. Ano kaya dito? Galing ako dun eh. Wala rin dito. Hindi rin to. Parang dito lang yun. Mira, naligaw na ako. Galing na ako dyan eh.
wala din. Bumalik lang kami. Kore, kini ga nai to akanai gate da yo. Tabun kaado type no ki kana. Ay, nako, naririto na ako, nasa na ba? Tama ba tong daanan natin? Taka, tako. Yeah.
Ubusan ako ng ano. この辺りには学術都市の開発計画があったらしい。美術館なんかも建設されてたみたいだから、そいつを利用してるのかもしれないな。あらまんていいか。レポート、これキーがないと開かないゲートだよ。あとやったよ。んぱいカードタイプのキーかな。おいくねえ、マラムサラムサパグライレポート。これキーがないと開かないゲートだよ。多分カードタイプのキーかな。たしやったよ。Ana pala.
能力を使うと良さそうだな。貸してくれ。やけにする気かよ。そのまま攻撃すれば外角を飛ばせそうだな。観光の玉ねと。倒れたぞ。一気に攻めるんだ。サパイ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 。外角が壊れた。ガンガン攻めていこう。ナイス。敵多すぎ。Save nga muna natin. Mahirap na. Alam ko sa baba yun eh. Nga natin. この設備は一体何かの製造ラインみたいだけど、なあ、運ばれてる箱みたいなの、さっきの輸送車の積み荷と似てないか？どうしたつぐみ、顔が真っ青だぞ。つぐみ、先ほど僕が持ってきたものと同じものが入っていたんですね。生首か。嘘、これ全部何なんだこの場所は。この建物には怪異が閉じ込められていました。怪異の餌は人間の脳です。もしそうだとしたら、いや、そうだとしてもこの工場らしきところでは脳を加工しているように見える。怪異に与えるだけなら言いたくはないが、首ごと与えればいいのではないか。この匂いどこから。確かにちょっと変な匂いするよね。ちょっと冷えたような、生臭いような。アンプルは気持ち悪い。まさか嘘だろ。だってあれはスプリング製薬で。何やれ。あら、くそ、強化たちは負けなかったのね。これは一体何なんだ。答えにはたどり着いたんじゃないのかな。ここはスプリング製薬のセイラン工場。正確に言えばセイラン自治政府と共同で運営している怪異の研究所だ。そこに首を運んでいるわけですか、薬の材料として。
シデン、心を乱さないで。今はユイトを仕留めることだけ考えるのよ。ちょっと待て、話を聞かせてくれ。おい、俺を殺そうと理由も話してくれないどころか、こんな残酷な施設のことを隠そうとまでして、ここで行われてることを見ても何も感じないのか。カザレもみんなも何考えてるんだよ。大丈夫、ここ super power na rin。masakit masakit masakit masakit。生首を使って薬を作るなんて。それでもこの薬がなければナオミを助けられない。ナオミ、どういうことだ。ここは何のための施設なんだ。それは僕はもう我慢がならない。全部話そう。私が話す。嵐の話した通り、ここはスプリング製薬と提携した怪の研究所よ。ここに運ばれてくるのは死んだ人間の体の一部は捕獲した怪の脳に移植して怪異兵器化され、残りは薬品に変えて怪の食料にしているの。ひどい。なあ、
当にセーランは大丈夫なのか。確かにニューヒムカは腑に落ちないことが多すぎる。政府の監視の目が。でも反乱を起こしたセーランだっておかしいじゃないか。人間の脳を怪異に移植したり薬にして流通させているなんて、こんなこと許していいのか。許しがたいことだね。うん、もちろんそうだろう。だがそれを容認するほどにまで追い込まれている人間がここにはいるのさ。兄さんのことですね。そして重ねもね。大切な人間を怪異に変えられた者はあの薬品にすがるんだ。あの薬を投与された人間由来の怪異は脳が安定し一時的に正気を取り戻す。会話もできる。カレンにも怪異に変えられた家族がいるのか。家族ではないね。ルカやフブキから聞いていないかな。アリスさん。ユイト、また脳に負荷だ。ユイト、ユイト、超能力を使った反動か。また頭痛が。ユイト、大丈夫？一体どうしたっていうの？その苦しみ方尋常じゃないわ。ユイトの脳に悪いが、ここは痛み分けとして引いてくれ。ほら急いで逃げないと怪異が来るぞ。僕たちも一旦引くぞ。重ね、それでいいな。ええ、ユイト、任務はここまでです。撤退しましょう。そうだな、急いでここを離れよう。連隊長への報告はワタルがやってくれるって。そうか、ごめん。俺がやらなきゃいけないことなのに気分が。何言ってんの。いいんだよそんなの。みんなユイトの気持ちわかるもん。うん、ユイトの痛みとか苦しみとか完全に分かってないのかもだけど、でもきっと私だって同じ状況ならアンプルを飲んでたと思う。だからってユイトの嫌悪感をどうにかできるわけじゃないのも分かってるんだけど。うん、大丈夫。薬は科学的な処理がされているはずですから、タンパク質やアミノ酸のサプリのようなものです。苦しいかもしれませんが、そう思って割り切った方がいい。だよな、分かってるんだけどなかなか割り切れなくて。辛いだろうが吐き出そうとするのだけはやめた方がいい。え、知ってたのか。アジトの外でその見えちゃったからごめんなさい。そうだよな、ごめん。もう胃の中に残ってないのは分かってたんだけど、それでもつい。いや、長く癖になるといけないかな。こらえてくれ。うん、それに俺なんかより怪異にされたナオミの方がよっぽど辛いだろうと思うよ。怪異の姿になったことはもちろんだし、脳を食べなきゃいけないんだとしたら、ナオミが今どこにいてどうなっているのかはわからないけど、ナオミのことを考えたら俺はまだマシなんだ。ナオミがまだ頑張っているなら俺も乗り越えられる。ユイトが乗り越えたならいつかナオミに再会できた時、
ユイトがナオミを支えてあげられますね。ああそうだよな、俺しっかりしなきゃな。ただあのアンプルのことをミュンヒムカが知らずに仕入れているのか、知ってて黙認しているのかが気になる。もし全て知っているなら俺は自分の国を恨んでしまいそうだ。いや多分ニューヒムカは何もかも知ってるんじゃないかって思う。俺がただそれを認めたくないだけなんだきっと。ユイト、ごめんね。え？花火は病院とは関係ないだろ、謝るなよ。うん、でも謝りたいし、病院のことちゃんと調べて何とかしたいって思ってる。ユイトも花火も辛いところですね。ルカンはカレンのことで苦しい立場だろう。ツルメだって見たくもないものを見せられている。皆それぞれ苦しいことである。だが支え合っていけるはずだ。そうだろ。うん、みんな心配かけてごめん。あとありがとう。たまにはつぐみに話しかけてみるか。なんて